ちはスプラートでのめちゃんとねるちゃんです。今日の企画は10個食べると、10個食べると、10個食べない、え、食べるまでに帰れまったんっていう、わかるかな。ということでカンボジアの屋台で10品食べるまでお家に帰れません。帰れません。帰れまてん。帰れまてん。全部美味しそうに見えるから食べん、うん、大丈夫大丈夫。はい、オッケー。はいよ。いい、こんな感じ。はい、1品目、パイナップルチキンチャーハンです。箸うまいね。うん、普通に美味しい。うん、美味しいね。チキンパイナップルチャーハン、うん、美味しいね。かぶっちゃったね。かぶっちゃった。何頼んだ。チキンチャーハン。うまい、うまい、超うまい。いやいや、これ2品目ですね。おお、食えるね、食べるね。はい、ということで1品目、2品目、チャーハン終わりました。チャーハン終わった。美味しかった、うん、美味しかった。いくらだったと思う。2つで500円。500円。レッツゴー。オッケー。3品目探しに行きましょう。ということで3品目、フライドアイスクリームロールのミックス。ミックス、やっぱね、一つ朝飯からぐちゃぐちゃの方が欲張りだからね。オッケー。そうだね。250円。 2.5 ドルだ、うん、2.5 ドルね。2.5 ドル。お、見てくれ、いい、すごいね。ミックスすごいね。うん、ということで出来上がり。出来上がり。出来上がりです。3品目。バイクの上で作ってるよ。すごいよ。おお。4品目、カンボジア料理のロックラック。ロックラック。みんなね、俺が発音できないから笑ってる。ロックラックです。ちょっとこれ売れてって。はい。結構多いでしょ。はい、どうぞ。よし。食べて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 。あし。うん。うん。いいよ。食べちゃない。あー、はい、うん。生姜焼きみたい。生姜焼きみたい。そうそうね、生姜焼きみたい。これいくら？2ドル。2ドル。200円。はい、4品目でした。4品目、5品目発見。はい。マリナパンケーキ、100円です。100円パンケーキ。パンケーキ。はい、ということで5品目のパンケーキ。パンケーキも出来上がりました。これもね、バイクで作ってん。バイクで作ってるね。バイクで。これさ、なんかパンケーキかと思ったけど、まあクレープみたいなやつだね。そうだね。じゃあ5品目に行きます。はい。まだ食えんのすごいね。食うね。お、いった。え、なんだ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 、このメキシコ人はなんだなんだ。食えない、ちぎれない。ちぎれない、ちぎれない。なんで見えんの、なんで見えんの。クレープが硬いんだ。やべえ、おいしい。うん、おいしいよ。で5品目。Okay. 食べ物6品目でーす。ナイス。何食べる？ケバブ。ケバブ。Thank you so much. Thank you. 6品目。ケバブ。ガーリックソースケバブ。おー、美味しい。どう？味はどう？めっちゃうまい。めっちゃうまい？いいの。7品目。何ですか？ポーク。食べれない。あ、嫌いなやつだ。食べれない。あー、食べれない。うん、食べない。食べれない。あ、ポークちゃんはベロちゃんの嫌いなやつでした。8品目、チキンレッグ。あ、チキンレッグ。150円。やばくない？これ食べれんの？うん。何が違うの？違う。うん、やば、これはうまい。おいしい、おいしい。9品目、パクチョイ。パクチョイ。
聞いてる。うん。ね。あと一個。あと一個。お腹いっぱい。お腹いっぱい。そういっぱい。まあ帰れませんとか言って帰ってますけどね、これ。ん？え？帰れませんって言って T シャツ違いますけど大丈夫ですか？ノムクルたこ焼き。マンボージャンたこ焼き。7個で100円だって。7個。7個で1ドル。ノムクル。ノムクル。ノムクル。10品目最後。ということでカンボジアの屋台で10品食べるまで帰れません。一回帰ったけど見てください。大丈夫大丈夫だよ、2日に分けようぜ甘い。おーすげえ甘っ。うまっ。うまっ。パンケーキシナモン。おいしい、超おいしい。赤い。あっちあっち。あ、バナナ。ということで、楽しかったらチャンネル登録と高評価。